あ、これですか？これは今、コイコの特訓してます。はい。はーい、どうも、ナトだよ。今回は自分がよく使ってるコケコシューター。本当はモミチシューターだけど、自分はコケコシューターって呼んでます。なぜなら、サブのロボットボムのことを自分はコケコって呼んでるんですけど、そのコケコをたくさん投げられることから、まあ、コケコシューターと呼んでいます。で、今回は自分がよくコケコシューター、について、ちょっとどのようにしたらコケコシューターで強くなることができるのか、どのようにしたらコケコシューターで、勝つことができるかのかっていうのを、まあ、冒頭で説明して、まあ、その後軽くコケコシューターの魅力が詰まった試合を数戦見せていければいいかなって思います。はい。じゃあ、まず、コケコシューターなんだけども、コケコシューター、最初にも言った通り、コケコが一番投げれます。なぜなら、メイン効率が、まあ、この武器はかなりいい、この若葉シューターと同じ。メイン効率がかなりいいのと、まあ、若葉シューター、もみじシューター、落ち葉シューターは、他の武器に比べてメインタンクが 1.1 倍ということで、まあ、まあ、それは、まあ、普通に、コケコをたくさん投げると他の武器に比べて。で、さらにギアを、に、サブインク効率アップとか、インク回復を積むことによって、さらに、インク満タン状態から2個投げれる。で、2個投げからも、あ、まあ、この武器なら、メインも確率に出ると、そのような武器となっております。で、この武器、ここではサブ、コケコって書いてあるんですけど、実はこれ、メインがコケコなんですね。で、この武器っていうのは、メインのコケコを投げまくって、コケコに戦わせて、自分は、サブのシューターで塗るっていう立ち回り。で、スペシャルが溜まったら、アメフラッシュを投げるっていう、立ち回りをしていく武器だと思っていくんですね。はい。で、そこでね、この武器で強くなるために、一番大事なこと、まあ、試し打ち上で練習できるというか、攻撃を強くするための、自分のね、特訓方法。まあ、これずっと秘密にしてたんですけど、それを伝授していきたいと思います。はい。まあ、やり方は簡単です。これをやるのとやらないと、じゃあかなり違います。まあ、自分がガチでやってた頃は、まあ、1日2時間ほどはやってましたね。まあ、簡単です。まあ、まずは試し打ち上の左に行きます。左側に行って、まあ、やることは簡単です。このように、コケコを特訓させます。まあ、これを、やるのとやらないのじゃ、かなり違うんですよ。やっぱり、コケコのやる気が違うというか、まあ、これをやることによって、まずコケコの脚力が上がります。うん。特に敵が近いところで反応させることによって、コケコの、歩かせる時間を長引かせることができるので、特にこのようにして、これすると、もうかなりコケコに走らせることができる。これによってかなりコケコの脚力が上がると、スタミナが上がる。で、これによって、これをやることによってね、やっぱり、コケコの索敵能力が上がるんですよね。敵を見つける速度が全然違う。うん。これは自分の体感の話なんですけど、もう自分はかなり違うなって思ってます。まあ、これをまあ、最低でも1時間、毎日1時間はやるべきかな。コケコシューターでね、強くなりたいなら。まあ、この武器はまあ、コケコで戦う武器なんで、まあ、コケコの実力が全て、なんで、はい。じゃあ、しっかりと、コケコの特訓をしたところで、まあ、昨日ね、コケコの特訓を2時間ほどしたので、今日はそのコケコの特訓の成果を、見せればいいなと、ガチマッチ潜っていきたいと思います。はい、マッチングいたしました！ショッツル講座のガチエリア！よし、やっていくぞ。さあ、今がコケコ、練習の成果を見せる時だぞ、コケコ！行くぞ。お前のコケコは、あれ他のコケコとは一味も二味も、いや、百味も強いはずだ。よし、行け、まずコケコ！先手必勝や、コケコ！危ない。俺が死んだら意味がない。先手必勝や！さあ、味方の足場を抜くことを意識。ここは一回、アメフラッシュを。アメフラッシュ投入からコケココケコザオンライン。はい。いるいるいる。さあ、そこでここちょっとエリア塗っていきたいところか。一回エリア塗っていく。さあ、ここちょっと足場塗り固めて。ローラーが浮かしようにしていきたいところだけど、さあ、あれで言ったらね、射程が長い。射程が長い。危ない。さあ、ここの出番。さあ、ここは一回エリアの維持で、味方が動きやすい状況を作っていきたいところで、コケコを投入して、ローラーのアシストをしていきたい。ナイス。だが、ちょっと、とにかくチャージャーに仕事させるわけなんとかなりそうですけど。さあ、コケコ出番だ。まだコケコ。コケコまだ仕事しねえぞ。さあ、コケコ。上から来そうだけど。さあ、これこっちに投げて。ナイス。さあ、そして、コケコ。さあ、チャージャーに仕事させない。チャージャーに抜かれなければ。うん。さあ、チャージ抜かれそうで怖いっすね。さ
さん、ここは一回エリア止めて、チャーに仕事をさせないようにはしていきたいけど、抜かれていく、ここ抜かれますか。いや、いつの間にかチャーが降りてまったな、これはやられたわ。しゃあない。さあ、ここから打開。いや、なかなかカウントが積まなかった。さあ、頑張れ。さあ、コクコザオンラインからのコクコザオンライン。さあ、ちょっとこれ引いて、コケコザオンラインからの。さあ、そっちからも来そうだけど。さあ、雨フラッシュを1回投入して、さあ、こっち取れたくない。2人と一緒に行くのはあり。2人で一緒に行くのはあり。あー、チャーが見てんのか。オッケー。それは了解した。オッケーオッケーオッケー。やばい。いやー、そのボムとスーパーチャクチのコンビネーションは強すぎる。やばすぎる、そのボムとスーパーチャクチのコンビネーション。やべえ。お前もこれ負けるそうだなー。結構打開はうまくいってるんだけど、しっかりと打開ができていないと。さあ、あれはなんだ？あれ、スーパーチャクチの方のパブロマン。あら、味方やられるけど、相打ちか。相打ちは OK です。はい。さあ、とりあえず、チャージャーが、コーチ、一回ペナルティアップをつけたい、ところなんだけど、さあ、しっかりアメフラッシュを投入して、一回ペナルティアップ、ペナルティをつけていきたいところを、さあ、しっかりと塗り固めているな、これ。いる？ん？いるのはこれ、味方じゃんか。ほっ！チャル製のアップをちょっと積んでくるべきだったのかもしれない。さあ、一枚、ここで、ここでの練習の成果が発揮していく。うろ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 。はっ。はっ。さあ、カウントを稼いでいけ。ここはしっかりとカウントを稼ぐとき。さあ、しっかりチャーに、チャーの邪魔をしていきたい。さあ、ここは、あれ、あまり、雨降らし一回温存して、左からちょっと来そうな、怖い。左をちょっと警戒してほしいけど。これは一気にカウント稼ぐビッグチャンス到来か。さあ、ここはしっかりエリアを維持して、カウントを稼いでいく。ここはしっかりとカウントを稼ぐムーブで良いでしょう。はい。さあ、そろそろ来そうなんで、雨フラッシュを投入しておきます。さあ、ここで2落ち。さあ、ここはあまり無理せずに、潜伏でも入れて、1枚落としていきたいところだけど落としていけない！ここでコケコシューターの内側の良さが出ていく。おい、嘘だろ、バカタレ。こんなしょうもないミスでやられて負けるんだって。やっぱりコケコなのかと。やっぱり活躍するのはコックなのか。メインし、あれ、サブのシューターはデシャバルだと、コックがそう言ってるような気がする。はい。はい、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 はい。塗ってけ。ほら、塗ってけ。抜かれるぞ。オッケー。いいペナルティアップ。さあ、左から来る敵は味方が見てそうなんで、ここでコケコがしっかりと活躍していく。これが、練習の成果と言うべきか。コケコよ、この部屋、このレート対流が活躍できるぞと。しっかりと。さあ、左にいるぞ。気をつけろ。いや、またコケコ！俺が見ないうちに。ナイス！味方のスーパー着地狩り！炸裂させていく。さあ、ペナルティはつけさせないよと。コケコ反応した。あ、これ抜かれるかもしれない。はい、しっかりと逃げるは恥だが役に立つ。さあ、そのハイパープレスはいいぞ。さあ、これはちょっと一回エリア塗っていきたい。左にチャージャーがいるのは一瞬見えたから、ここら、ちょっと多分ここら辺で打つ分には問題ないかなと。これ一回カバー入れてもいいかなと。さあ、ナイス。ナイス！さあ、しっかりと味方の連携が決まっていく。内側が弱いところは味方と一緒に連携してカバーをしていくスタイルだ。さあ、オッケー。さあ、そこで、一回。さあ、このままノックアウトワンチャンいけますね、これ。オッケー、いけ。さあ、しっかり敵のお邪魔しをしていけ。敵のチャージャーとかに仕事させなきゃオッケー。オッケー。ナイス！でかい。さあ、これスーパーチャックするぞ。スーパーチャック来るのをしっかりと、スーパーチャック来るのをお見通しだけ。あと4秒なんで、あとエリア中にしては勝ち。さあ、決まっていくー。さあ、これはコケコ、練習の成果出たんじゃないか。これは練習の成果出たぞ。いやー、強い。いや、これなんですよ。皆さん、あれ、コケコをしっかりと、この、試し打ち上ね、訓練させることが大事。オーケー、7、ナイスー。はい、マッチングいたしました。超ザメ造船、な勝ちエリア！よし、やっていくぞ。2戦目もしっかりと、コケコ特訓の成果を見せていくとき。いけー。あの、辛かった練習の日々を思い出せ、コケコ。さあ、まずはここに投入して、敵の嫌がるポジションに打っていく。さあ、これはやれるか？ナイス。さあ、オッケー。これは敵のキャンピングシェルターじゃなくて、味方のキャンピングシェルターね。オッケー。これ一回エリアで塗っていきたいところなんだけど、一回コケコ塗って、ここで一回エリア維持したいが、さあ、キャンプ落ちたからこれエリア塗れね。敵の塗り引き落とせば、さあ、しっかりと、さあ、これも入っちゃおう。オッケー、やった。一枚やって、雨降らし打ってるから、
さあ、2枚やっていく。さあ、これもう1枚やれるか。危ねえ。ナイス。味方がナイスカバー。オッケー。しっかりこうやってカバーを入れることが大事。オッケー。さあ、これカモン入っていくけど。どこにいたこれ。どこいるかわかんねえ。さあ、コケコを投入していく。オッケー。次第高いのはわかってる。さあ、これナイス玉来るぞ。ナイス玉来るのはわかってるから、そこに投入して。さあ、一回これエリア止められるかと思いきや止められてない。オッケー。これは一回さ、コケコを投げて敵が常に潜伏できない状況を作っていく。これがコケコの良さ。さあ、ここ左から来てるか、これ。おらー、負けか。さあ、オッケー、これが気合いのコケコシューターの打ち合い。気合をつく、気合で勝っていく。さあ、しっかりと、あれ、気合よ気合、これが気合じゃ。はいはい。さあ、コケコとアメフラシのスーパーコンビネーションを食らいため、はっはっは、これがコケコシューターよ。あっ、いやー、それ無理、ごめん、やれた。いやー、すまん、出しゃばった。サポート武器が出しゃばるなと。でもあえてね、あえてサポート武器で出しゃばっていく、そういうのも大事。よし、はいはい。さあ、敵に潜伏。あ、今これ、トーピード跳ね返したけど正解だったかもしれない。さあ、これちょっと油断してたら負けるぞ、おい。おい、ここでコケコ。コケコの力の見せどころだぞ。危ない危ない。ナイス。味方がコケコ、落としてくれて勝つの、ここで。やばい。ちょっと、オッケー。ここのペナルティアップでかいぞ。さあ、ここで、さあ、どこに敵さんがいるか。これ結構、サポートビカーといってあんまり、詰めない選択肢は良くない。さあ、ここで味方がいい抜きを見せていく。さあ、エクスプロッシャーさんを、ナイス、味方が抜いてくれる。完璧。自分に溜まったヘイト。さあ、帰っていく。逃げるは恥は役に立つ。さあ、やられたく。これはしゃあない。ナイス。だが、しかし味方がカバーしてくれる。いや、これはしっかりと味方がレッケ取れてる試合。試合、いけ！いけ。行け。さあ、ここに来て。はい、ここ絶対維持。さあ、エリアのレバー勝ち。オッケー、ナイス、コケコ。ここで、最後にコケコと、7-2のスーパーコンビネーションが決まっていく。来ました、これ。ナイス、連携。いやー、コケコ特訓の成果出ますわ。やっぱり自分のプレイヤースキルを磨くことよりも、しっかりとコケコの能力を上げることも大事。はい。はい、マッチングいたしました。チョウザメ造船な。勝ちエリア。さあ、このままサクッと連勝していきたい。これを勝てば3連勝。これ勝てば3連勝だよ。行くぞ。よし、行くぞ。チャン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 。さあ、敵が射程長い。まあ、射程2にも屈しないコケコの強さを見せていけ。さあ、しっかりトーピード返してあげたい。ごめんね。夢が変わった。さあ、トーピード。さあ、右にいるのはなんだあれ。みんな寿司でね、打ち合いはなるべく避けていきたいところなんで、さあ、これちょっと厳しいんで、これ一回引いた方がいいぞ。味方の、デュアルの足場塗って。オッケー。こうやってね、味方の足場、さあ、2落ち！これは味方が噛みすぎる。ごめん。返せなかった。さあ、トーピードしっかりと返していきたいとこ。さあ、しっかりと内側に勝っていく。これが攻撃シューター。内側が弱いとは言わせない。近距離はね、あれ、4角だけども、まあ、特にランス関係ないんで、うまく当たれば。さあ、こっからの垂れ流し攻撃がまあ強いと。分かってほしい。こっからの垂れ流し国境の強さを。あ。やばい、これ。敵のトーピードを投げてるやつはなんだ？ラピか。あ、これいける。さあ、待って。さあ、怖いね、これ。ちょっとエリア止めさせたくないんで、とりあえずアメフラッシュは温存して。さあ、味方はこれ頑張ってんね。国境これ。頑張って。待って。これ無理しなくていいか。味方がしっかりとやってくれる。さあ、そっちで L3 ルガンがいて。さあ、味方をした。これエリア塗られる可能性があると思ったけど、だがしかし。いや、ごめん、塗られていく。ちょっと今、無理したな。ノックアウトしたいっていう欲望の塊が出てしまった。やっぱ欲は抑えないとね。
欲の出しすぎは良くないです、本当に。出すのは性の方だけにしてほしいものです。はい。はい、ちょっと待って。はい。はい、はい。ちょっと待ってくれ。あいつ、射程がない。やれやれ。オッケーオッケー、ナイス。しっかりとナイスをして味方の士気を上げていく。味方の士気を上げることがどれだけ大事か。さあ、死にません。防空を避難。それは効いてない。あ、当たんねん、それ。やばいやばい。あ、お前何？なんか降ってきたわ。ラピまだ死んでなかったか、お前。さあ、なんだかんだで、やばい、これ。これ帰るわ。これジェットパックでおだぶつになる前に逃げる。逃げるは恥だが役に立ったが、しかし味方が逆に犠牲になってしまうという、一番最低なことになってしまった。ちょっと待って。いや、これ自陣を取り返すために、これもう、ちょっとアメフラシ一回撃っちゃおう。これ使っちゃうのもったいないけど。ちょっとまずい展開になってきた、これ味方頑張れ。さあ、まだワンチャンあるぞ。一回エリア止める。オッケー。一回エリア確保。さあ、これは一回コケコを使って、これ帰ろう。これは一回ペナルティつけたんで、無理して帰、無理せずに。さあ、自陣が狙えてるから、アメフラッシュはすぐはまるはず。ちょっと待って。その、やばい、それやばい。これ帰ろう、ちょっと。まだ落ち着け、まだ落ち着け。アメフラッシュは溜まっている。さあ、これ右からしっかりと、雨で打開していきたいところである。いや、これ死んじゃったけど、雨打ったからどうにかならないか、味方。頑張れ！一枚落ちた。ナイスナイス、雨フラッシュ一枚落とした。この雨フラッシュは、死に負け。ナイス、でかい味方。さあ、塗れ！ナイス塗り。オッケー。これは塗れるか。塗れるんじゃないか。塗れないか。ねえ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 。オッケー、塗った。オッケー、このペナルティアップはでかい。さあ、しかし、だけど。やべ、コッケコ。コッケコ任せたけど、俺死ぬかもしれない。いやー、無理だーそれ。やばい。ナイス、そのでかい。いや、ペナルティアップマジででかい、あれ。死にながらも、死にかけながらも、あれ、撃ったアメフラシが生きるとは思ってもなかった。カバーよろしく。あったあったあった。でかい。これでかい。さあ、アメフラシもこれで溜まるから。さあ、それ、やばい。ぬるーぬるでかーそんなカバなーうわー、上に寿司いたの分かってたんだけどな。味方を助けることができなかった。申し訳ない。大事なところで死んでしまった。申し訳ないでござるよ、この試合は。こりゃ、ドドドドンマンやな。はい、最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画気に入っていただけたなら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。あと Twitter もやっているので、ぜひ概要欄のリンクからフォローお願いします。それじゃあね、バイバイ。ナナトでした。また見てね。バイバイ。